エルンスト・ヘウスラーは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、武装親衛隊の隊員として戦った。最終階級は武装 SS 大佐。騎士鉄十字章受章者。1914年3月31日、エルンスト・ヘウスラーは、ビュルテンベルクにて生を受けた。1933年3月、親衛隊に主眼入隊する。 SS の隊員番号は217,862、国家社会主義ドイツ労働者等の党員番号は1 1 5万8 6 6であった。SS 入隊後、ヘウスラーは SS ドイッチュラント連隊に配属された。1935年4月には新衛隊後長に昇進し、翌年にはブラウンシュバイクにあった SS 士官学校への入校が決定した。 卒業後、ヘウスラーはウェバイエルンの新兵隊クロ部隊に配属され、1936年から1939年にかけてダッハウ収容所に勤務した。1940年、ヘウスラーは新たに編成された SS 東天コップ、士願に第5中隊長として配属された。1940年6月、二級鉄十字賞及び国色戦勝賞を受賞。 続いて、バルバロッサ作戦に参加したヘウスラーは1941年7月に一級鉄十字章、東部戦線銃軍記章を受章。さらに1943年4月には、ドイツ十字章金章を受章し、1943年6月には SS 章さの昇進を果たす。1943年8月、騎士鉄十字章を受章。ヘウスラーは第師団で、 第 1SS 当天コップ予備大隊の大隊長を務めた後、第 17SS 総攻的団兵士団に大隊長として配属された。後に再び第3師団に戻り、第 5SS 総攻的団兵連隊の連隊長を務めた。ヘウスラーは戦争を生き延びた。1979年7月14日、エイリンゲンにて心不全で死去した。ありがとうございます。